広大な上野の埴輪の里公園内にある群馬県立土屋文明記念文学館。ここは群馬県ゆかりの文学資料を収集展示紹介する県立の総合文学館です。名誉県民で文化勲章受章者でもある歌人土屋文明を記念し、平成8年彼の聖地でもある高崎市ほど田に開館しました。群馬県立土屋文明記念文学館は群馬ゆかりの文学を中心として小説、詩、短歌、俳句など幅広い内容を扱う群馬県立の総合文学館です。皆さんに文学に親しんでいただくため多彩な企画展、イベントを実施しています。館内には土屋文明の生涯や短歌について紹介する常設展示室のほか、子どもから大人まで気軽に文学に親しみ学べる施設が充実。企画展と連動した講座や自主学習会なども定期的に行われています。文学書だけでなく、高崎市内にある老舗和菓子店とコラボレートしたお菓子なども並ぶミュージアムショップや、地元野菜をふんだんに使った食事が楽しめる農家レストランなどもあり、地域とも密着した文学館として親しまれています。展示以外にも講演会、講座や映画上映会、文学に関するダンス、合唱などのイベント、子ども向けのワークショップなどをご用意しております。ぜひ皆さんお気軽にご参加ください。